はい、皆さんこんにちは。関秀樹のギターワンポイントレッスン、ということでやってみたいと思うんですけれども、記念すべき第1回目のレッスンは、C メジャースケール5ポジションというのをご紹介します。C メジャースケール5ポジションというのは、このギターフレットボード上ですね、5つのブロックに分けて、ドレミを弾くというやつですね。まあ、C メジャースケールというのはドレミファソラシドのことです。はい、では早速、スケール1からご紹介していきたいと思うんですけれども、スケール1は6弦の1フレットから弾いていきます。 F、G、A、B、C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F、G、A というふうになってます。弾く時の注意は最初の F、G、A ですね。ここがバーソーラになるんですけれども、このいきなりちょっと開かなきゃいけないですね。5フレット分ですか。ちょっとここが最初弾きづらいですけれども頑張ってください。あとは3弦から2弦にかけてがちょっとこうね、斜めの指が入ってきますので弾きづらいですね。はい、次スケール2ですね。スケール2はですね、かなり使用頻度が高いのでぜひ、たくさん練習してください。スケール2は、6弦の5フレット A から始まります。 ABCDEFGABCDEFGABC というふうになります。で、弾く時のですね、注意点はですね、この4弦の7フレットですね、ここ薬指で行きがちなんですけども、小指にしてください。薬指で行っちゃうと次の人差し指がちょっと出づらいんですね。なのでこうですね、小指で人差し指を4フレットに出すと、ね、こんな感じです。はい、そして、スケール3ですね。これは6弦の7フレットの B から始まります。 B、C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F、G、A、B、C、D というふうになります。スケール3の、注意点はですね、2弦がこの中指、小指でちょっとこの組み合わせ弾きづらいんですね。かつ、この2弦だけ2音なんですね。で、他は3音ずつあるんですけれども、ここだけ2音になってますので注意してください。はい、そして、スケール4です。6弦の10フレットから D、E、F、G、A、B、C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F というふうになります。スケール4はかなり弾きづらいと思いますね。おそらく弾き慣れないポジションじゃないかなと思いますけれども、ここもですね、演奏する時の注意点はここですね。
5弦の12フレット、これ薬指じゃなくて、小指にしてください。そうするとこの B の音がね、3弦の、9フレットの B がね出やすくなります。はい、そうですね。はい、そしてスケール5ですね。スケール5は、6弦の12フレットから弾き始めます。ここ E の音になります。で、人差し指から E、F、G、A、B、C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F、G となります。このスケール5もですね、スケール2と同様に、かなり使用頻度高いので、ぜひたくさん練習してみてくださいね。スケール5はですね、オクターブ下に、これは僕流なんですけれども、スケール0というふうに E、F、G、A、B、C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F、G と、ね、これオクターブの同じ関係になりますので、これも合わせてね、覚えておいてください。スケール1のオクターブ、スケール2のオクターブというふうに、オクターブの関係出てきますので、それらも合わせてですね、練習していってください。例えばスケール1の、オクターブでしたら13フレットが始まります。ですね。スケール2の、オクターブでしたら17フレットから、このギターだとねかなりきついですね。はい、こんな感じに網羅できるように、練習をしていってください。 C メジャースケールはですね、ピアノで言ったら8弦の部分になるんですね。ピアノはもう8弦のところでってこうね弾けばもうドレミファソラシドになってしまうんですけれども、ギターの場合はそうはいかないですね。このようにスケールのフォームをしっかり覚えていくことによって、ピアノの白鍵と黒鍵と同じような感覚でこのフレットボードが見れるようになると、上達もね早いんじゃないかなと思います。スケールを覚える時のコツは、指の順番で覚えていって、指板を見ないでも弾けるぐらいにね練習してみてください。はい、冒頭の演奏も、この C メジャースケールを使った、演奏というふうになっています。
はい、動画がためになった、面白かった、よかったよという方はですね、ぜひチャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。